皆さんこんにちは、大輝です。今日はフィンランドにある北極圏の入り口の町、ロバニエミで冬のアルバイトをした時の思い出と体験を、写真と動画を交えながらお伝えできればと思います。でそのロバニエミっていうのは、首都のヘルシンキから北へ830キロぐらい離れてるところ で、飛行機で行くかバスで行くか電車で行くかで行けるんですけど、僕はヘルシンキからサンタクロースエクスプレスっていう、夜行列車が出てて、でその夜行列車に乗ってロバニエミまで行きました。でロバニエミおそらく聞いたことある方もいるとは思うんですけど、やっぱり一番は、サンタ村で、もちろんオーロラですね。オーロラ鑑賞ツアーも毎晩のように開催されたりと、すごい楽しいアクティビティも、多い場所なんですけど、そこの現地の旅行会社で一応ガイドメインとして雇われました。でいざ仕事を始めてみると、僕以外にも世界中いろんな国の学生とかがそこで働いてて、で一応僕も初めはガイドとして雇われたんですけど、なんせいろんな国の人がいて、例えばみんな時間通りに来なかったり言われたことやらなかったり で僕時間には正確なんで、当時の上司がもう君はガイドをメインにしなくていいから、オフィスにいていろいろと、スケジュール管理したりそういう仕事はどうかと言われて、メインはオフィスで接客業をしたり、パンフレットの日本語訳をしたり、そういう仕事をしてました。でもちろん日本のお客さんも多かったんで、ちょっと英語の話せない方とかがいたら、現地のガイドと一緒に、僕が一緒に行って通訳したりと。で仕事内容っていうのがすごい印象に残ってるのが多くて、でまずやっぱりそのロバニエミに来る観光客のもうほぼ全員、ほぼ 100% って言ってもいいぐらいみんなが行くのが、サンタ村ですね。でそのサンタ村にはサンタオフィスっていうのがあって、でもちろんその名の通りサンタさんがいるんですよ。で世界中からいろんな手紙がそのサンタオフィスに届けられたり、でサンタオフィスからも子供たちに手紙が送られたりしてるらしいんですけど、まずそのサンタさんに会うための列がシーズン中だと1時間半とか2時間待ちっていう長い行列ができてて、ディズニーランドみたいな状態になってました。で僕もよく、日本人のお客さんと一緒に行ったり、プライベートでも会社の友達と行ったりしたんですけど、そのサンタオフィスに行くと、ちょっと暗い通路を歩いて行って、で最終的にサンタさんに会えるんですけど、サンタさん結構喋ってくれるんですよ。で割といろんな言語が堪能で、最初英語でどこから来たのって言われて、ジャパンからですと言うと、なんか日本語で普通に質問してきたんですよ。でその内容っていうのが、大学どこなのって言われて、何々大学ですって言うと、いい大学だねって言われて、でその先生は誰って言われて、で大学の先生の名前適当に言うと、あの人いい先生だよねって返してきて、そういうお決まりのパターンもあるのかなと思いました。でそのサンタさんに会うこと自体は実はもうタダで、チケットとかなくて、でサンタさんに会って会話して写真を撮った後に最後出るところで、それこそディズニーランドとかのアトラクションみたいに写真とか動画が販売されてて、もし欲しければ買えるという感じです。で他にサンタ村に行く以外にも、もちろんみんなやりたいことといえば、オーロラを見ることですね。でよく勘違いされるのが、そのフィンランドにいるとオーロラってすぐ簡単に見れるんでしょうと言われるんですけど、例えば今僕がいる、ヘルシンキとかだと、もうほぼほぼオーロラなんて見れないです。オーロラってやっぱりすごい神秘的で、実際見てみるともう予想以上に壮大で綺麗なんですよ。ちなみにオーロラを見るために大事な条件が4つあると言われてて、1つ目がオーロラ自体が出てることで、2つ目が天気がいいことで、3つ目が市街地からのライトがあまりないことで、最後が運なんですけど、ラッキーであることですね。本当に大体アプリとかでどの日がオーロラが強いかっていうのとかはやっぱ分かっても、正しい時に正しい場所にいないといけないというのが一番難しいところで、例えば1人1万5000円ぐらいする
オーロラ鑑賞ツアーに参加しても何も見れなかったと。ただ帰りの車の中でふと空を見上げるとオーロラが出てたみたいなこともよくザラにあるんで、運に左右される出来事だなと思いました。で、オーロラってフィンランド語でレボントゥビって言うんですけど、まあ、日本語にすると、まあ、キツネビっていう意味で、まあ、昔フィンランドでは、まあ、キツネが尻尾をこう振ってそれが雪に触れるとそれが火花になってそれが空に放たれてオーロラになるっていうような、まあ、そういう言い伝えがあって、まあ、それぐらいすごい神秘的なもので、僕自身も一回ものすごい強いオーロラを見れたことがあって、それは仕事じゃなくて、まあ、プライベートで、まあ、見に行った時なんですけど、まあ、夜の11時ぐらいに凍った湖の上で待機してて、でふと空を見るともうすでにこう緑がかったライトが出てたんですけど、まあ、それがもう10分20分って経つにつれてどんどん強くなっていって、まあ、通常オーロラってこう帯状のこう光がゆらゆらと空に揺らめいてるっていうのがまあ一般的だと思うんですけど、もうその時はすごい強くて緑だけじゃなくて、まあ、赤とかピンクとか紫の色も入ってて、もう帯状のベルトっていうよりもこう光のシャワーが自分のところにどんどん降り注いでくるような感じで、綺麗とか神秘的っていうのを超えてちょっと怖いなって思うぐらいすごい大きなオーロラでした。まあ、そのぐらい不思議な風景を見させてくれるんで、いろんな国から来る観光客がやっぱオーロラ見たいって思うのはもう全然不思議じゃない。やっぱ一緒に一度はぜひチャンスがあれば見てほしいなと思うようなものです。で、僕個人的におすすめなのがハスキーソリで、初めやってみる前はすごいこう、まあ、普通のちょっと乗り物に乗ってハスキーに惹かれるぐらいかなと思ったんですけど、ハスキーって結構速く走って、しかもむっちゃエネルギーもあって、狭い雪道の森の中をハスキーに惹かれて進んでいくんですけど、で自分もちょっとこう操縦しなければいけなくて結構スリルあって、で天気も良ければもうすごい綺麗で、なかなか面白いアクティビティだなと思いました。でそのハスキーそれが終わった後もガイドの人が、まあ、自然の中でソーセージ焼いてくれたりして、フィンランドらしいアクティビティの一つですごい楽しかったです。でもう一つユニークな、まあ、アクティビティで、まあ、トナカイソリで、まあ、これもハスキーソリと似てるんですけど、正直ハスキーほどのスリルはないんですけど、まあ、トナカイってまずめっちゃ可愛いんですね。で昔からトナカイってこうサンタさんの友達みたいなイメージを持ってて、まあ、特別なこう印象を持ってる人も多いと思うんですけど、そのトナカイファームっていうところに行って、まあ、そこで体験ができて、でトナカイもフィンランドの中ですごい重要な動物なので、そこでいろんな話を聞いてトナカイ剃りをしてっていうことができて、でそれに参加すると最後トナカイの運転免許証っていうのがもらえてまあ誰でももらえるんですけど、僕も今でもちょっと珍しいんでカバンの中にしまってます。でまあもちろんロバニーミにも他の町と同じように、まあ、サウナ付きのコテージっていうのがいろいろあって、でそのまあツアーの一環としてそのコテージでまあサウナに入って、で他自然のアクティビティもしましょうみたいな、そういうパッケージとかもすごいこう一回覚えてるのが、まあ夜サウナに入って、で体冷やすために外に出てこう雪の中にこうダイブして体を冷やすみたいな、まあ、そういう楽しみ方があって、でまたサウナに行って、でまさに外に出るとちょうどオーロラが出てて、その、まあ、サウナとオーロラの組み合わせってまたすごい贅沢だなと思いました。でそういうのってやっぱり話で聞くのと実際体験するのでは全然違うくて、でその観光客の人もなんか泣き出して、やっぱそういう体験ができるってやっぱまあ運もありますけど、やっぱりのロバニエミとか北極圏に行かないとできないような体験だなとすごい感じました。まあ、そういういろんなツアーとかに加えてもう一つすごい印象に残ってるのが、まあ、現地ならではの、まあ、食べ物ですね。まあ、トナカイがもちろん有名なんで、結構新鮮なトナカイのお肉を使ったステーキとかもちろんあるんですけど、びっくりしたのがトナカイラーメンっていうメニューが現地の日本食レストランにあったりとか、
あとトナカイのお肉を使ったお寿司ですねもあったりとか、なんかそういうユニークなものも体験できたりして、ただ結構あの意外と美味しいんですよ。でまあ僕自身どっちかというと寒いよりも、まあ、暖かい国の方が好きなんですけど、まあ、そのロバニエミってすごいこう、まあ、サンタクロースがいたりトナカイがいたり、まあ、ハスキーもできて、でオーロラも見れる可能性もあるというので、なんかこうすごい子供の時からの夢が詰まった場所であるなと思いました。で実際、まあ、世界中から観光客が来てて、みんなすごいこうワクワクしてるのが僕にまで伝わってきて、あのぜひね、やっぱフィンランドに来られることがあれば、やっぱロバニエミは一回行ってみてほしいなと思う場所です。